はい、それでは FF7 続きやっていきます。さて、ここまで来たぞ。やっと着いた。階段なんてもう見るのもごめんだ。さすがにこれは答えたわね。でもこれからが本番よね。元気出していかなきゃ。よし、行くぞ。お、上の方じゃねえか。あ、侵入者排除しろ。来た。一番最初の BGM だよな。列車から降りてきた時のクラウドが。よいしょ。ティファさん盗めますかね。ダブルショッツ。ビッ、いで。よいしょ、盗め。お、いいね、手榴弾。来て、お、あ、なんか殻が取れた。虚切りいきますか。あ、こいつこの状態のあと何も持ってないのか。虚切り、かっこいい。うまいな、こいつ硬いな。ローラースピン、お、あー、わー、結構痛いね。お、バレちゃうもリミットブレイク。お、鎮静剤、いいっすね。いけ、バレちゃん。あ、いいね、いいね、いいね。あ、なんか殻ごと吹っ飛ばしたけど。あ、バレットすえ。鎮静剤、よいしょ。このなんか脳筋3人も好き。あー、こいつはあれか、ちゃんと中も処理しないといけないやつね。オッケー、ナイス。置いてもなしかい。これは、お、カードキー60。あー、普通に出てくるのね。ついたいだけか。ちょ、盗んでこう、どうせだったら。盗め盗め、鎮静剤、ナイスー。この状態になると何も多分持ってないから、ティファも攻撃に回る。オッケー。落ちてないから。おい、クラウド、ここまで、ここまで来といてまた1階まで戻るのか。あ、いや、おう、だよな、どどど、先を急ごうぜ。ここは1階に戻るエレベーターか。上に登るのはこっち。お、上に、よいしょ。59階、60階。え、ちょ、59階行って、あれ、59階ってここか、もしかして。あ、ここか。なるほど、なるほど、なるほど。ピーン。じゃあ、60階行こう。はい。ここかが本番だ、油断するの。やはり、そ、無事だといいね。ほんまやで。ヤリス可愛いからな。ちょ、こっくりしてないじゃん。警備の人。ザルやな、ちょうど。えでえで。いるじゃん、なんか。なんだお前たち、ここから先は関係者以外立ち入り禁止だ。お前たちのようなものが入れる場所ではない。さっさと立ち去れ。警備のやつらがうろうろしてやがるぜ。クラウド、まずお前が先に行って合図してくれ。俺たちが後に続く。アイテムとか落ちてないかな。ないか。
警備員の隙をついてまるでバレットたちに合図を送れ。どういうこと？あ、こういうことか。あー、ちょ、タイミング逃した。うー、ちょっと待てよ。オッケー。あ、ティファもやんないとダメなのね。よいしょ。オッケー。よし。あ！やっちゃった。あ、これが私ですよ。私をよく知っていらっしゃる方はわかるかと思いますが、ケアル、そっか。あ、でもそこまで強くないからな、こいつな。よいしょ。痛い。盗んで、鎮静剤。バレットー。よし。おー、86痛いねー。オッケー。お、ナイス。で、ヘビーショットでさよなら。これ、なんかさ、ちゃんと成功させるとなんかアイテムもらえたりとかするのかな、この隠密行動。あ、でも戦う者たち聞き出しいっか。次はちょっとやり直しや。よし、来れた。2回目で成功しましたね。よし、ガンガン行くぞ。忘れないで、私たちの目的はあくまでもエアリスを助け出すこと。そうよね。61階。これ見つかったらなんかイベントあんのかな。あら、見かけない顔、新しく配属されたのね。いいわ、私がいろいろ教えてあげる。いろいろ何変な顔して教えてあげるの。ここから上のフロアのことよ。60階から上は役員クラスの社員の多い特別フロア。カードキーがないと入ることも許可されないの。カードキーがあれば階段もエレベーターも自由に使えるわ。エレベーター、ほら、私の横にあるこのドアの前で丸を押すの。そうするとっていう音がしてドアが開くから。でもね、カードキーにも何種類かあって1枚でどこでもってわけにいかないのよ。そうね、例えばカードキー60なら60階まで、65なら65階まで、そういうことよ。まあ、見とがる。いえ、今や世界のエネルギー流通を一手に引き受けるシンラカンパニーの本社としては当然のセキュリティだね。はーい。お姉さーん。急いでいるもので。あら、そう、残念だわ。じゃあカードキー探さないとダメだな。あいつ遅いな。カードキー忘れたのか。社員といえど60階から上はカードキーがないと自由に歩けないからな。どっかに落ちてない？さっき下の方が騒がしかったけど何かあったのかしら。まあ、60階から上は何があって安全な気にすることもないで。フラグ。オイラ型がいる特別なフロアが多いからね。その下で働く我々もいろいろと疲れるんだよ。いろいろとね。なるほど、お疲れ様でございますよ。じゃあ、私ここから上に行っても意味がないってことだよね。ああ、だよね。63階。なんかシルフカンパニー探索してるみたい、ポケモンの。あ、鍵がかかってる。マジか。とりあえずここまで来たんだけどな。どっかで来た。うわー、気持ち悪い。なんやこれ。ちょっと見破ってみよう。いて。見破ってバレちゃん。ソードダンス160。強いんじゃない？いけるか？あ、盗めなかった。
守れなかった。ちょ、やめて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 。ナイス。お、初めてこれじゃん。イエーイ。なんだろう、ショーダラッシュめっちゃ強かったりして。あ、強いね。ほい、盗め、盗めないか。割と難易度高い感じか。じゃあ倒しちゃおう。ナイスー。お、発攻撃を編み出した。やったね。惑わしそう。65、66。どっかでカードキーを見つけないとダメだな。そうだよね。あ、こう上にはずっと登っていえばいけるけど。68。ないね、ないね、ないね。あー、セーブポイントがあるわ。じゃあちょっとカードキー探してこようかな。これ1回2回戻んないとダメかな。シャレじゃないですよ。1回2回戻るか。その名を知ってると。お前まさかヤーリスってあの子だろ。受付の。実は俺もあの子気になってるんだよね。もう早くもライバルすげえ。え、そうじゃない、なんだ人違う。え、今はその死の甲板に修理か。いやー、このビルもそろそろあちこちにガタが来ててな。この階のドア開きっぱなしなんだ。早く直してくれよな。一応他の階も見回ってくれよ。これやるから。あ、来たー、62。よしよしよし、なんだここでゲットできるじゃねえか。じゃあ62回行きましょうか。よし、行く。どう？あ、魔鋼兵器の長期使用に関する特別規定。ガストファイル、生物博士ガストファレミス。地上生物の最終進化論。ミッドガルの周辺に生息する突然変異生物実験データ。歴史の中の古代種。古代種、エアリスのことだよね。生物体の高レベル魔鋼による影響に対する調査。ここはカード部門の資料室です。他の3つの資料室にはそれぞれ都市開発部門、治安維持兵器開発部門、宇宙開発部門の資料が保管されています。なるほど。シナカンパニー科学部門資料室、資料室、都市開発部門資料室、ちょっと見てみよう。宇宙開発部門、栄光の歴史上巻、新都市建設計画書その2。持ち出し禁止。このフロアの資料は全て外部に持ち出すことを禁じられています。まあそうだよね、大切な情報ですからね。機密ですよ。魔鋼炉建造工事と、都市部着工予定表、新都市建設計画書、ミッドガル区分地図5番街から8番街、シンラプレート都市の設計とその問題点その2。うん、あ、どうも。あ、これはどうも、ハットさん。こちらはこのミッドガルの市長室でございます。この中にはドミの市長がいらっしゃいます。へえ、市長もシンラカンパニーの、あの、証拠の中にいるんですね。ミッドガルの、あ、助役です。困ったことがありましたらぜひ私に。何も怪しがってねえな、ちょろいわ。ちょっと見てみようかな。なんかマテリアとか落ちてないのかな。ここも資料室。治安維持部門および兵器開発部門の資料室、整理整頓も忘れずに他の部門の資料と間違えないようにしましょう。生物の爆発的進化と魔鋼エネルギー、クラス別ソルジャー配備で、あ、これちょっと気になるよね、ソルジャー。ミッドガル治安白書、反神羅勢力の現状、うちらのことだね、アバランチ。特別治安維持法、ハイデッカー、ハイデッカーって、あれか、出てきたよね、レノさんと戦った後に。
なんだっけ、古代種と関わりのあるツォンとかあの辺だっけ、確かハイデッカーで、あれ違ったっけ違ったっけ、え、スカート部門がタークスだよね、レノがいるところ。アクアエネルギーの低下と惑星運動、進路ロケットエンジンと大陸間航空機、図説加藤式都市空間候補、なんか開発者さんの名前取ってそうだな加藤さんっていう。最終予算報告書、あーめっちゃお金かかりそうやな。はいはい、これ多分市長のところに行かないといけないや、これ。じゃあ行くか、市長。どうも、ドミの市長だっけ。あーなんだね君たちは。あ、君らが例の、私はこの魔法都市ミトガルの市長ドミノだ。とは言っても名前だけ、本当のところミトガルの全てはシンラのものだ。今の私の仕事といったら、やっぱりプレジデントが一番強いんだろうね。シンラカンパニーの資料管理、ミトガルの市長がシンラの資料。はあ、君ら上行きたいんだろう。いいとも、私のカードキーをやろう。合言葉を言えたらな。そう、合言葉だ。それを言えたらカードをやろう。おまけに1回当てたらナイスのお土産もつけてやるぞ。なんだろう、合言葉、ちょっと待って、え、なになになに、じゃあちょっとこの人に聞いてみよう。はいはい、合言葉母、なるほど。あの人も暇なんですよ。なんせミッドガルの全権はほとんどプレジデント神羅のものですからね。そういうことなら私がお手伝いしましょう。助けて、市民の皆さんにサービスすることこそ私たち役人の喜び、快くヒントをお教えしましょう。500ギルで、ふざけんな、頑張ってご自分で、しょうがねえ、払うか。はい、このフロアには資料館部、そうだね、資料室ありましたね。合言葉、その4つの資料室に隠されています。各部屋の資料をよく調べてみてください。資料室の名前はドアの横のプレートに書いてあります。合言葉、マテリアの製造およびその軍事的利用に関する権利、これなんだろう。でもさ、なんかナイスなお土産って言われちゃうとちょっと気になるよね。整理整頓を忘れずに、なんかほにゃらら最高とかなんか売ってたからな、答えから探った方がいいかな。もしくは魔法エネルギー、この辺全部見たんだよな。ちょっと待って、私今お金いくらあんの。あ、でもまだ言うてあるじゃん、500ギル渡しちゃったけど。ん、次のヒント、はい、うわー高いけど、まあ出すしかない。どの資料室にも一つだけ他の部の資料が紛れ込んでいるはずです。その資料の数字とファイル名をよく見ると、あ、なるほど、ここは治安維持、兵器開発、治安維持と兵器開発、これマテリア、クラス別ソルジャー、ハイビデータ、生物の爆発的進化と、あ、これか、4、これ宇宙開発だよね。都市航空48、待ってよ、写真撮るか、写真撮って、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと写真を撮りながら行こうと思います。多分これだよね、宇宙開発部門のやつはこれ、よいしょ、ちょっと悩みますよこれは。で、ここが治安維持と兵器開発部門だよね。どれだっけ、ミッドガル治安兵器開発プラン、多分これソルジャ
あ、違う、ちょっと待ってよ。治安維持。あ、これだ、これだ、これだ。あ、ちょちょちょ、2回も取っちゃった。これね。よいしょ。そうだね、他の部門のやつがあるもんな。で、ここが、都市開発部門。都市開発。これか、栄光の歴史上巻。ほい、紛れ込んでる。よいしょ。ここが科学部門でいいんだよね。あれ、ちょっと待ってよ。ここを見た方が早いな。そうだね、科学部門。じゃ、科学とは関係ない文献だな。魔鋼兵器の超消し用に関する特別機でこれやん。よいしょ。これでいいんだよね。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあ写真を撮ってきたぞ。いらない写真を整理しよう。よいしょ。さっきのヒントをもう一度。その資料の数字とファイル名をよく見るとってなってるな。ちょっと考えますね。これ市長爆発だ。これでいいかな。これさ、例えば、ここだったらどこだっけ、これだと思うんだけど、これ4文字目が初、違う、1234、爆か、爆。なんかさ、本に書かれてる数字に対応する、文字で、熟語を作るんだ。そしたらね、市長爆発ってなりますね。例えば8図説可動式都市空間工法だったら、8文字目だから、図説可動式都市だから都市の C だよね。なんか言ってることなんとなく伝わってくれたら嬉しい。で、次、6。魔鋼兵器の長期使用に関する特別規定。で、それは6文字目の長だよね。で、それをなんか並び替えたら市長爆発になると思う。これ、合ってるかな？あ、やった！市長爆発！なんと素晴らしい響き。その通り、私の怒りは最高レベルにもう爆発しそうだ。ほんまいいだろ。ほら、持っていけ。やった！カドキ65。なんと1回でズバリ当てるとは、人は見かけに言わないものだ。まあいい、約束は約束、約束だ。これもやろう。お、属性のマテリア、マテリアくれんのか。なんでこんなことするか決まってるじゃないか。嫌がらせだよ、嫌がらせ。いいか、シンラはずっと私を苦しめてきたんだぞ。だから私はここで君たちを悩ませ、今度は君たちが上へ行ってシンラのやつらを困らせる。どうだ、これでお合い子だ。ヒヒヒ。お、こいつはなんか味方になってくれそうやな。私のことは言わないでくださいよ。これ以上シンラにいじめられるのはごめんですからね。ちょ、モテるよ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 。え、なんか怒り状態になってんだけど、キュファさん。あ、武器や防具に組にしたモテリアの属性をつける。なるほど。じゃあちょっと待ってよ。じゃあ盗むをこっちにして、よいしょ、回復にして、
で属性こうするとあのティファの武器の属性がこれ霊気になるってことか。なるほど。怒り状態になってる。これ直した方がいいかな。アイテム直すか。怒り状態なるってなってるな。これ直し方が分かんない。ハイポーション、ちょっと HP 回復しときますかね。よし、 OK。 じゃあ上に行こう。カードキーゲットしたし、やったぜ。よいしょ。お、お、入れそう。いや、ピコ、カードキー称号。B ランク社員と確認、あなたはこのフロアのドアを3回まで開けることが許可されました。注意、アイテムクーポンをもらったら忘れずにアイテムと交換しましょう。警告、危険ですか。むやみに続きだくと覗くのやめましょう。3回まで。ちょっと待ってよ。どこから行くのが効率がいいんだ。どっちにしろなんかアイテムはいろいろある、扉があるけれども2回は開けないといけないのか。敵が出てこないのが救いだな。これなんか青く点滅してるところ行ってみる。ほい。あ、ダメじゃん。さて、あ、やらかした。あうー、やらかした、やらかした。え、これ難しくね。もう一回もう一回もう一回。オールクリア。はい、はーい。じゃここ開けて、はい。じゃあちょっとこれを、お、 B クーポン潜り込んでみるか。放っておく。じゃあ潜り込んでみるよ。いけいけいけ。よいしょ。ダクトを通って、あ、なるほど。でここにつながるわけか。クーポンチェンジ、フォースロット、全体化。あ、全体化モデルやゲットできるの。まあ、いっか。フォースロットってなんだろう。装備とかかな。あ、ちょ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 、ないないない、終了。あ、あ、びっくりした、びっくりした。アイテム。整頓。よいしょ。フォースロットとは、あ、防具っぽいな。あ、でもスロットが4つあるな、マテリアの穴。そういうことね。なるほどなるほどなるほど。あ、そうだよね、もうクーポンチェンジしちゃったらできないのか。まあいいや、行きましょう。ここはこういうところだったのだな。あ、全体化のマテリアが一番当たりっぽいね。まあよかろうてよかろうて。セーブポイント見つけたらそこで終わりにしたいな。あ、なんか走ってる。さっきお腹のあたりが気になりだして。なるほど。体力回復にこの一本、シンラジム特製ドリンク250。ちょっと買ってみよう。え、ガンガン叩く。お前なーにぼってんだよ。ちょっと何するんですか、乱暴やめてください。もう一回。叩く。出てきたりしないの ?250 ギル取られたんだけど。いら。もう一回ぐらい。ガン。ガン。ランボーやめてください。
ち、なんもないか。はい。このビルの警備を預かる者として体力には気を使っているのだ。ビジターの方でございますね。空いているマシンはご自由にご利用ください。いいね、会社の中にトレーニング施設があるのいいですよね。仮眠室、お、いいね、休んでいくぜ。これであれかな、怒り状態、あ、治ってる、よかった。ここで回復してくれるのいいね。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておきましょうか。ご視聴いただきありがとうございました。